尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へこの番組は人生のターニングポイントでおもろい方を選んできた方々をゲストにお迎えしその人が今いる場所にたどり着くまでのヒストリーや考えてきたことについてお聞きします今回のゲストは女優で創作アーティストののんさんですよろしくお願いしますお願いします。お,ますお話を伺う前にですね、のんさんのプロフィールをご紹介したいと思いますのんさんは1993年生まれ兵庫県のご出身です 2016年公開の劇場アニメ「この世界の片隅に」で主人公鈴の声を演じ高い評価を得ます2017年自ら代表を務める音楽レーベル会話レコードを発足主催フェスやオンラインライブも開催しています創作アーティストとしても活動を行い2021年ヤンバルアートフェスティバルで巨大リボンアートを発表しました 二千二十二年二月には、自ら脚本、監督、主演を務めた映画、リボンを公開。そして、二千二十二年夏、主演映画、魚の子が上映となります。すごい。あ、もうね。めっちゃ来てほしくて。はい。もうね、めっちゃ頼んじゃった。いや、てかもう。<laughs> 今、目の前に、のんさんいるじゃないですか。うん、ほんまに顔が綺麗。<laughs> <laughs> いや、綺麗よね。いやー、すごい。うん。 ああ、綺麗な人に綺麗とか。<laughs> ずっと見てられるお顔立ち。<laughs> いやー、嬉しいですね,ね。兵庫県出身なんですね。はい、僕も兵庫なんですよ。おお、そうなんですね。うん、同郷だ。東京。柳田国男も。兵庫県ですね。そこ出してくるのね。<laughs> <laughs> そうそうそう。はい、いや、でも、のんさんはもうめちゃめちゃ活躍してたのを見てたし。はい、あの、この世界の片隅に。の時って。 結構こクラウドファンディングで出てきたやつで、はい、あの、まあ、結構話題になってたけど。そうですね。そこの、まあ、初めに作った時、これって本当に大きくなるのかなと思ってたら、うん、どん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 デかくなっていって、<ー>すごい話題になったじゃないですか。そうです、ね。あ、あそこの時、なんかすごい勢い感じましたよね。うん、ありがとうございます。本当、この作品が素晴らしくて、全国で。 久々になんかそういうなんかこうめっちゃちっちゃいところから、はい、初めに話題になったわけじゃなく、うん、途中からどっと大きくなっていく勢いとか見ると<ー>なんかすごいね嬉しいなんか自分がさそういう起業して大きくするとこばっかりいつも見てるからるるそういうの見るとねあエンタメでもこう来るんだと思ってそうですねなんか映画で結構初めてぐらいクラウドファンディングで成功したんだなって、えー、思いますね。うんでクラウドファンンディングの映画で大成功 もうう例だと思いいます、うん、うわーすわごい、ね、なんかもうそれはすごい自分の中でも感動したなと思ったしそこからもめちゃめちゃ活動しててもう今日聞きたいことが山盛りあってどうしようかなと思ってたけど、はい、まずあの,のんさんにも来てもらって楽しんでもらわなあかんなと思って、ねうんうん、だって絶対さ<あ>何者か分からん二人に突然何でもしゃべれ言われてどうしようかな思ってると思うね <laughs> いやいやはい、うん ぜひちょっとね、楽しんで書いてもらいたいなと思ってます。よろしくお願いします。はい、お願いします。今日はですね、うん、ノンさんのことをより深く知るためにですね、番組で十の質問をご用意させていただきました。はい、こちらの質問を通して、普段なかなか聞くことのできない。自分自身の向き合い方、仕事感信念などを垣間見たいと思います。はい、ぜひこう直感で答えていただければなと思います。それでは、参りましょう。ノンさんへの十の質問です。好きな言葉は。 満足できないから続けられる。嫌いな言葉は根性。うんうん、朝起きてから最初にすることは二度寝。<laughs> <laughs> テンションが上がる瞬間ってえっと好きなものを見たときとか仲間とあの嬉しいを共有しているとき。うん、私意外とこれで落ち込みます。 褒められなかった時おわかる <laughs> 自分へのご褒美はお買い物とポテチん、うん、子供の頃の夢はたくさんあって看護師さんとかモデルさんとあとお洗い芸人さんとか、うん、んイラストレーターとかいろいろありました<ー>タイムマシーンで戻れるなら何歳に戻る5歳おお。お 絶対に妥協したくないことは。えっと、自分の魅力を伝えること。うん、一流と三流の違いは。うん、人へのリスペクト。う,ん、うん。はい、以上となります。めっちゃええ話になりそうな気しかし。しねえ、本当ですか。いろいろお聞きしたいことたくさんです。がこんだけ活躍して、るのにさ、はい、もう。 挙動も含めて、めちゃめちゃ謙虚じゃない。逆にこっちが恐縮しちゃうよね。もうちょっとなんか、こう、偉そうにしてくれた方が。本当ですか。もうん、遠慮なく言ってください。はい。もうなんか、すごいね、なんかこう、もともと。この。創作アーティストっていうところも、また聞きたかったけど。うん、質問自体も、結構。アーティストチックな感じなんですね。あ、本当ですか。 へでも朝起きてから最初にすること二度寝って起きてへんやんって思ったけど <laughs> 同じだなでも私も <laughs> 二度寝しますよねいやもう絶対したいですよね二度寝目的でアラームかけてるんですよわかります,うす、ね、もう何分か前に二度寝用のアラーム、ね、ですね幸せやもんな <laughs> も二度寝をした時にもうすでに次のアラームは初期設定で入ってるんですかそれとも起きて 次のアラームをかけて二度寝するんですか。次のアラームをかけて二度寝してます。それさ、かけるの忘れたらさ。事故起こらへん。事故起こります事故起こる <laughs>。何度もやったことあるけど。い起こ送りますね。うん、やばって。そうそう、二度寝で朝起きて、もう絶望的な時間に。理由を考えることもできずみたいな日あるもんね。あわ <laughs> てて。多いすぎで。準備しますね。結構こう。 いろんなコメントがあったんですけど、うん、好奇心旺盛なんですかね。だって買い物でいろいろ好きだったりとか、やりたい夢が看護師、お笑い芸人とか。あそうですね。もともとちっちゃい頃からもう好奇心旺盛なんですか。多分そうだと思います。いろいろなりたいものがコロコロ変わってましたね。えー、それはなんかこう人のやってるのを見たら、え,ー、えそれいいってなるの。それともこう突然あれもやりたいこれもやりたいってなるんですか。 えっと、とにかく目立つことが大好きで,、うん、で絵を描いたりとかして人に見てもらえるのがずっと好きだったんですけどうん、うん、お笑い芸人さんとかは、うん、いとことお正月に、うん。<laughs> 親戚に見せたりとかしてて、お笑いを、えー、あのモノマネを見せたりとかしてて、でそれですごい楽しくて、うん、あのクラスのことを取りおくんで、うん、コントを作ってました。えー、<laughs> すごい。そうなんや。ネタを作ってたんですか。小はい小学生の時に。むしろそれ目立つのが好きなのかこう喜ばしたり笑わせるのどっちも好きなんですかね。あそうですね。うん 笑ってもらえて楽しんでもらうのが好きですね。そうなんやじゃエンターテイナーなんですね。あそうですね。でそれがこう根性ではなくて好きな言葉根性ででも満足できないから続けられるってなんか根性ありそうやけどね好きな言葉根性ある方だと思うんですけどなんか根性優先の現場ってあるじゃないですか気になるなるほどねな今仕事から来た言葉やってんなこれはそうですなるほどなるほど演技もなんかこう 演技力とか人を感動させられる演技ができたとかそういうのとは別に根性があったかどうかみたいな評価があるからなんかそれが苦手なんですよね。な,よねなるほどね。ああなるほど。合理的じゃないやつ。あそうですね気。気合論って言いますもんね。良ければいいんじゃないのみたいなふうに思っちゃうっていうか。 確かに確かにそれなんかいろいろやっぱ人によるよね。なんから仕事の場合でもこうなんかどうやって売ってきたらいいんですかと、うん、もう嫌いって言って来いとかさ根性でや,やるしかないやろって言われたら <laughs> はい、はい、ねなんかそういう時もあると思うんですけどね、はい、ここは根性だみたいな時もあるんですけど、うん、なんか根性が主だと、うん、苦手ってなるんですよ、ね。あ多分頭の中にねめっちゃ嫌な現場が思い浮かん,ないんでる。 いくつかか <laughs> 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 一個じゃなかった <laughs> でもテンションが上がるのがこう好きなものを見たときに仲間との共有ってことは、うん、えこれいいなって感情が湧いたときに見てみてみみたいなな感じなんですかそうですすかそうねあとノンになってからはよ特にそういう時はあるんですけど、うん、自分が進めてるプロジェクトがいくつかあるから、うん、それをこう 成功したねっていう時とかにみんなでやってた,やっ,たって、うん、あの喜んでる時がすごくあの嬉しいですね。なるほど。テンションが上がります。うん、そっかやっぱ仲間好きなんやね。うん。そうですね。うん。でもなんか松木何気になった？え、そうですね。タイムマシーンで戻れるのは何歳に戻るで？五歳だった。五は珍しいよね。五歳。何があったんですか？五歳に。うん、いやな一番なんか自由だったなと思って。ふなんか五歳ってあんまり 人を傷つけちゃいけないとかっていう概念がないから、すごい自由に発言するじゃないですか。そのめちゃくちゃ傷つけまくってた人かな。そんなことないです。みんなそうじゃないですか。まあ、な、五歳の時、こう無垢だからね。何を言っちゃいけないとかないので。自分がなんかこう大人になって、子供と接してて、あ、子供って。傷つけようって思わずに言うんだなって、すごい思うんですよね。それが面白いから。 それが許される5歳に戻りたい。なるほどね。そっか、じゃあ逆にもう、何でも言っていい立場に今の年でなれたら、すごいそれもパラダイスかも。それいいですね。あの五歳だからって言われるような人になればいい。ちょっと解明して。ノン5歳にしたら。ノン五歳。レベル。あ、いいですね。ノンかっこ。うん、かっこさい。参考にします。 でもこの人へのリスペクトを一流と三流の違いにしてるのってすごいなと思った。うん、そうですねかえっとなんだろう自分もそう思うんですけどであの一流の方と接してて思うんですけどなんかやっぱり誰に対しても敬意があるっていうか、うん、余裕があるっていうか,、うん、なんかそれは何なんだろうって思った。 時きにあ一流だからだみたいな、うん、ふうに思うんですよね。確かにね。余裕がなくてこうガツガツしてると、うん、なんていうか自分の自己顕示欲だけがこう膨れ上がっちゃう時ってあるじゃないですか。でそれでいっぱいになってる時はまだ三流なのかなって,って思いますね。なるほどな。深い深いこれすごい難しかったです一流と三流の違いって <laughs> <に>なんか。 どの立場で言ってるの <laughs> って思うし。<laughs> まあノンさんの視点から見て一流っぽいすごい人と、うん、ちょっと三流かなと思う人の差が何かなで良くて別に、ね、俺が一流だからとかじゃなくて全然。あそういうことじゃなくて自分の思う価値観で。うんうん。うんうん、って思いました。確かにねなんか僕も結構経営者をたくさん見る仕事を元々してたんですね。はい。そうしたときに本当こう。 もっとダイエを作った中内さんとか、はい、サントリー作ったサジさんとかすごい人たちってみんな腰低くて「<laughs> でも一応もうっちゃんなんか何もわからんから教えて」とか言ってるわけ <laughs>、うん、すごい人ほどそっちで、うん、他の人ほどもっと君らは若い子には分からんけどなって言ってる感じだったりしてて、うん、いやーなんかこういういう人になななりたたっって思った、ね、なるほど吸収するためにこう、うん、目を光らせてるんだそうそう話を聞こうと。だしなんかこう上の一流の一人って 他の人よりすごくなりたいっていう願望がないから、はあ、もっといいものを作りたいしかないのでうん、うん、自分のことを評価してほしいなんかなくてうん、うん、自分に持ってないものがめっちゃ欲しいみたいななるほどっていうのはすごいなと思ってなるほど、ねなな。なんか自分がやることが見えてるとなん、うん、そのなんていうかその力とかそういうのにいかないのかなって思いました確かにね自分の仕事が一流だと、うんうん なんていうかその何が一流かっていう定義になってくるかもしれないんですけど、うん、その仕事ぶりが一流とか、うん、やった仕事が一流なんだとするとそのなんていうか三流の人はそこに自信がないから、うん、こうなんか大きくなるのかなと<ー>そね大きく見せる必要がなくなるんでしょうねうん,うんでもなリスペクト大事よね大事ですね俺気になったのがさはい。 ポテチ推しやってんあーご褒美ポテチポテチ食べるんですねポテチ好きなんですでも肌に出ちゃうから普段我慢してるんですけどそうなんだじゃあちっと女優なんで確かにねもう肌に出ないじゃあもうもしこう当分出なくていいってなったらポテチめちゃ食う食べますねへえ。なんか最近なんですよポテチですぐ出るようになっちゃった肌にで あの20代前半くらいまでは結構食べてもそんなに肌のコンディション崩れたりしなかったので結構食べてましたなるほどねボクボク結構も今は食事管理とかもかなりされてるんですか我慢してますね、えー、チョコレートも我慢してます、えー、お菓子食べない基本 食べないようにしてる。うわ。ご褒美でだけ食べるっていうふうにしてますね。うん、ああ、そうなんですね。じゃあまた5歳に戻ったらチョコレートいっぱい食べる。食べます。<laughs> ああ、そうだ。それの使い方がいいな。そっちの方がいいかも。確かにね。タイムマシンで5歳に戻ってお菓子を食べる。組み合わせ、組み合わせでいいですかか、ね。組み合わせます、ね。お酒とか飲まないんですか。お酒飲まないですね。うん、味がちょっと苦手で、まだ。 子供じたっていうかおこちゃまのままでおこちゃまですね <laughs> ポテチがいいポテチ <laughs> ちなみにめっちゃ好きな味とかなんですかうすしおか好きですめっちゃシンプルやそうですね王道王道じゃ食感が好きなんやねそうですね普通の味が好きなんですよほか、うん、のご飯とかもあじゃあ基本的にはもうシンプルで美味しいはい、はい、そっか冷ややっことか好きな 冷ややこも好きです <laughs> 好き、ね、<laughs> 勝ての俺のシンプルで美味しいものを冷ややこやってんけどえ、お料理とかされるんですか普段えっと、するときはするけどうん、うん、そんな難しい料理しないですねうんカレーとかうーんカレー楽でいいですよね楽ですね美味しいよね <laughs> 美味しくできたとき感動するあ、作るんやんやっぱりはい普通の簡単なやつですけど、うんいいね、これもカレー大好きだけどカレー太るからさ あ、太りますよね。めっちゃ好きなんですよ、カレー。ああ。うん、もう、カレーあったら食べたいけどね。うん、まあ、僕ね、今ファスティング中なんですよ。<laughs> あ、そうなんですか。はい。なんで、はい、食べ物の話ね、めっちゃ辛い。どっか。<laughs> 食べたいえど、どのくらい制限してるんですか。酵素ドリンクだけ飲んで。はい。 今日目ですちょうど今お腹ペコペコな時にカレーポポテテチチのカカレレーー大好き作って一人暮らしだからんか結構持つんですよね5日とか1週間とかそれでご飯の時とんかカレーラーメンにしたりとかすごい誘惑がわかるうどんの時とかそうやって食べ分けるのが好きなんですけどわかるわ 今日カレールールカレーライスしてその次の日うどん入れて最後の方はミルクでめちゃめちゃうつめてスープにして美味しそう美味しそう料理好きなんです料理好きなんですよあそうなんなんでねこの後ぜひ食べてくださいはいどうも以上ノンサイの十の質問でしたこの後はお悩み相談のコーナーです ABC ラジオ ABC ラジオ岡田健太郎の 道に迷えばおもろい方へ尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ続いてはこちらのコーナーです迷える後輩ちゃんを救えリスナーである迷える後輩ちゃんの相談に対し私たちがお答えしていくコーナーですノンさんは相談とかよく受けたりしますかえっとあんまりないんですけど、うん、なんか本当にこういうラジオの番組とかでお手紙読んだ時にとかは 数えるほどおじゃレアですね、今日いいねうそうあんまり答えたことないです、相談にあじゃあ今日答える人、めっちゃラッキーじゃない答えてもらう人あじゃあ早速読んでいきましょうマイル後輩ちゃんからのお悩みですリスナーネーム、プリテンさんプリテンさん、ありがとうございます尾方さん、松木さん、ノンさん、こんばんは相談があります私には一個上の兄がいます、うん 去年、私が兄の彼女についてちょっと悪口を言ってしまい、そこから大喧嘩になり、もう一年近く口を聞いていません。<laughs> えー、<laughs> 仲直りしたい気持ちもあるけど、私ってそんなに悪いことをしたかなとも思っています。<laughs> 皆さんあれどうします何歳か <laughs> えっと、ね、お兄さんが20歳で、その私、投稿された方が19歳っていう、<あ>結構若い。なるほどね。はい うん。えー、そっか。一年も。<近く> <laughs> すごいな、ね。ちょっと悪口の内容が気になる、ね。うん、それによるんだよな。<laughs> うん。そっかよし。何言ったの? <laughs>。一年も。<laughs> ねえ。ええー。 そなこと言ったんだろうしかもさこれどうやったら仲直りできますかじゃなくて私悪くないですよね,よね <laughs> 今肯定してもらおうとしてるよね <laughs> どう考えてもさ一年喋ってくれてお前悪いやろ<笑><笑><笑>って思いますけどね、うん、ねど、何したの本当に <laughs> それが気になるななるな。んて言ったんだろうでも自分では悪いとことしたかなってくらいなんだとしたらそんなすごい悪口ではないってことうそうですねちょっとノンさんが こうやって何か言っちゃったとで、うん、ね大体さなんで悪口言って喧嘩になるん謝るだけやんこれ <laughs> 許さない謝ってないんだ謝ってないから喧嘩になったよね, <laughs> たよね普通だって悪口言って怒られましたって言って謝ったら終わりやんか <laughs> はいはい、はい、お兄ちゃんのことが好きすぎてそのお兄ちゃんに優しい彼女になってほしいみたいな感じだったんですか <laughs> あ<ー>そういうのかな、うん、そっか可愛い,い <laughs>、うん、仲直るした気持ちもあるけどそんな悪いことしたと思ってないと、うん ノンさんどうしましょうね。うん、<laughs> これさ、多分謝りたくないですよね。<laughs> 俺謝った方がいいと思うけど謝りたくないんだろうね。でもどうですかその兄弟に彼氏彼女ができて、はい、とんでもない人が彼氏彼女紹介されたときに <laughs> 兄弟います？兄弟います。を伝えますかもし。うわーって思う人が。兄弟はちなみに <laughs> な男女ですか？えっと妹です。妹。 はい、彼氏やばい彼氏,のの彼氏やばい彼氏 <laughs> め,っめっちゃ嫌そうな顔してるやん <laughs> ウィスか瞬間にんだろう少年が悪くなければ OK だけど、うん、えこいつ性格悪くないって感じだったらちょっと「うん、いやあいつ,あいつなんなん?」ってなるかもしれないですねそれを言っちゃうとしたら妹があ、はい本当「ありえないんだけど」って言って。 お姉ちゃんだっていつもプロトチップ食べるじゃないみたいな <laughs> なんだそのなんでその返事はい、うん、<laughs> あそれで口利きてもらえなくなって、うん、自分の謝れる部分は謝る、うん、なんかこう多分悪口の内容は自分では悪くないと思ってるから、うん、謝んなくてよくてじ、うん、<laughs> ゃ切り分けるやん <laughs> 人のことを悪く言っちゃったなっていうのは多分反省すべきところだと思うんでお兄ちゃんの彼女なのにごめんねみたいなちょっとぼかしてななるるほほどど自分の悪くないところは守りつつる部分だけって心の中でだけでも私そんな悪くないけどっていうのを付け加えてごめんねっていうと言える気がする。バランスししっかりてね ごめんねって言いつつ本当は悪くないけどって自分で言ってあげる <laughs> あ、結構自分は守りつつ上手いことやる平和主義者なのね<笑><笑>そうですね <laughs> それから本当に謝りたくないんだったらなんか謝ってないけど謝ってる感じの態度で仲直りしたいんですって言うさすが切り替え <laughs> うん。でもね自分の気持ちを大事にしてるね<え><も>そうですねどうですかその妹さんとは結構仲良しですか うん、ね、そんなわ、悪かないですね。あ、そうなんですね。はい、割と仲良しな方で。じゃあんうん、そうだと思います。 でも私それこそお兄ちゃんの彼女について僕バンバン言ったことあります言うっていうか,そのなんかお兄ちゃんが不満を言ってて「うん、なんか俺車も出してなんかご飯も全部もちろんごちそうするしそこは別にいいと思ってんだけどありがとう」って言われたことなくて,て,て「ええー、何だっえってそれ?ね」って言って「感謝は伝えなきゃ駄目でしょ」って言って。うん それはちょっと言っちゃいましたけどまあでもねやっぱ基本は家族なんで家族の見方をしたいなっていう感じだけどちょっと言っちゃいましたね私は強く喧嘩になりましたいやなんか全然そうなんだよねみたいなそ意見が一致しとるからなケ喧嘩にならへんわ喧嘩にはならなかったけど仲直りできるといいなそう思ねでも多分 うん、悪口を言うか妹が悪口を言うぐらいの彼女はおそらく将来的には別れるんだと思うんですよ。そうしたら兄ちゃんの勉強になるじゃん。うん、だから多分別れた頃にあ<ー>「ああ」「飲み行こうよ」っつってその頃にはこの彼女もね二十歳になってると思うからそっかそっかなるほどでその後に別れた後だったら2人ともさお互いに悪口言って酒が飲めるって感じになるよね、うん、でそこで仲良くなったらいいんじゃないかなそうですねそういう手もありますねうん。うん まだ若いから、そう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 もうちょっと待つ。待つ。別れるまで待つ。待一年近く口聞いてない。別れるんだ。どうしようもう別れてんのに仲悪かった。それちょっと危ないですね。フリテンさん頑張ってください。頑張ってください。では続いてのマイル後輩ちゃんからの相談です。はえリスナーネーム田村ジンギスカンさん。田村ジンギスはい。初メールです。 いきななりりでですすすがが相談です僕は何か一つつまままくとてて嫌になってしまう癖があります例えばバイトに遅刻するともうそのまま辞めてしまったり「<laughs> 店長ごめんなさい」<laughs>「今高2で東京の大学に行きたいんですが母に状況を止められていてもう大学受験すら辞めようかなと思っています」うん「1一つつまずくと全部が嫌になる性格どうすれば治ると思いますか?」とのことです。 え難しいち、うん、ちょっと気持ちわかるよねそうですね。うん、だってこうなんかダイエットしようと思ってて1日目食べちゃったりとかするとさもうもういいかって思ったりとかさ、うん、なりますね。なるし <laughs> なんかこう会社でやっててもなんか誰かが辞めるとかこう会社に対して否定されたりとかすると、うん、もういいかみたいになりかける時もあるしそうですね。ねど,どうですかつまずいたりします 時々ありますねやっぱ自分のもともとの機嫌が良くないとこういう風になったりします気分や <laughs> 私高校生の時にコンビニのバイトしてた時に朝起きてすっごい行くのがちょっと辛くて行くのがおっ <laughs> くう <laughs> で全く同じことやってるやん <laughs> なんかよく代わりに出てもらえませんかって電話してましたね。うん <laughs> えー、なるほどな。難しいですよねバイトって。うん、バイト難しい。<laughs> バイトって難しいなと思う。<laughs> いやでもちょっとコンビニバイト行って店員さんにこんな綺麗な人ってちょっとびっくりするけどねいやそうですよ、えー、目立ちますよね目立たない高校生だったんですがでもこの田村さんは遅刻自分でしてそのまま辞めるってねんそうですね <laughs> <い>大変なのどうすればいいんだろう、うん、なんかもともとの機嫌をよくするっていうのがいいんじゃないかなって思う。うんうんうん いやなんか最近分かったことがある何ですか質問二つ来てるけど、はい、この番組道の前はおもろい方へっていうねすごいポジティブな番組なんですけどーー迷いっぱなしの人やっぱめっちゃ集まってるかもしれんないそうですね <laughs> うん。なんか目線全員低いやん <laughs> 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 いやもうねこの目線の低い人たちを集めるこの番組 <laughs> いいねポジティブに変えていきたいなと思いますけどう、ね、どうしたらいいんだろうそうだろうねまあでも状況を止められてもう大学受験すらやめるってもう結構ですよ、まあまあ、な確かになんなんか部活とかでもさ初めちょっとうまくいかないともういいかなとかねうん、うん、気持ちはめちゃわかるよ、うん、でも大体そうやもんな初めうまくいかんもんねいやそうですよそうですね、うん、でもどうこれ逆にさちょっとこうこの彼が。 男男性だと思ってるけど僕はねちょっと一人目の彼女で振られたんで僕も彼女を作ることやめたいと思いますみたいなさつまずきましたとかもうそれでいいんじゃねって思うやんもううどうしたらいいかなでも直したいもんねどうすればいいかなると思いますか直したいんだなんで直したいのかな嫌になったなっちゃうんですよね本当はやりたいのにっていう気持ちがあるんだとすれば説得するべきですよねうん自分をあ お母さんをまあそうねああ状況ねだからもうそこなんか一回くじけちゃうとちょっともうおとなしくなっちゃうとええー、この性格むずむずいですね <laughs> どういう何がなんで直したいんだろうでも結構いい子なんでしょうねそのお母さんの言うことを聞くんだっていう <laughs> バイトとか俺らってやめるくせに <laughs> そうやな <laughs> お母さんに言われたからやめるわっていうね可愛、うん、い,いですよね このそ逆境がきたお,お母さんの言うことを聞きたいわけではなくて、うん、多分反対する人がいたらもうええわって投げ,投げちゃうってことだよね、スタ<ー>ジオね。うん。そっか。どうしたいかん。なんでやらなるんだろう、ね。でも例えばさ、すぐ成功するものをまずやってみて成功体験つけようって言っても、多分そしたらすぐうまくいかつしかやらなくなっちゃうよね。うん。うん。難しい。 難しいうん。あのねこれは性格直した方がいいよねえ、尾形さんはもう全部嫌になったことないですかあるよそんなのいっぱいその時はどう乗り越えてきたんですかまあとりあえずそのジャンルを諦めるってこともあるよねなるほどなるほど例えばもう受験とかもやめるんだったらもうそれはやめたらいいじゃんでもこれとこれは最後までやるとかある程度やるってものは決めてもいいと思うしうん。 あとちょっとずつできること増やすじゃない？はい。うんバイト二日行ったとか三日行ったとかさ連続何日行ったとか。うん、でもね多分ねあのノンさんももうちょっとサジ投げかけてる。あとバイトにね。<laughs> バイトって難しいんですよね。バイトは難しい <laughs> バイト <laughs> バイトは難しい。行けば全然働けるのに。うん なんでいけないがいいんだろう。今仕事に行くのでそうなることはないんですか。ないですね。バイトと仕事は違ったんだ。違ったんだ。難しいな。でも確かにバイトの遅刻はあるよね。俺も昔あのファミレスでバイトしてた時にだ、はいたいこう先に飲み会とか入れちゃって泥酔しちゃったりとかして、<え>どうしようってなって、うん、あの。 すみません、すごく酔ってしまったっていけませんって言って店長に来いって言われて、めっちゃ赤い顔でフラフラになりながらと、見してるんですか、やば店長怖かったんだよね。そうなんだ、スパルタなんです。スパルタだったね。怖い人のところ行ったんじゃない？今思ったけど。ああ、強引にその道を定めてくれる人のところに来い、やれっつって、それぐらいの環境を選ぶと。 いいですねそれ、うん、高校2年生が学生より社会人の方が楽しくないですかどうなんだろうもうそこ学生のうちをめちゃめちゃ頑張ればより楽しい社会人が待ってるみたいな確かにねなんか切り替えするしかもなさそうな,なさそうよ <laughs> とりあえずじゃあ分かった今ねバイ,バイトも大変だったじゃないですかはい、はい、学生の時期は諦めようもうねうん社会人になってから頑張ろう <laughs>、うん <laughs> <laughs> そしたら仕事とか面白くなるかもしれないしねのんさんみたいにそうかもしれません、うん、社会人まで我慢我慢我慢 <laughs> さっきも別れるまで我慢やった <laughs> とりあえず <laughs> 先送りにしたなこのチーム <laughs> 解決してない <laughs> このチーム先送りチームということで、うん、とりあえずそのままいきましょうはい <laughs> 頑張ってください <laughs> 以上「まえる後輩ちゃんを救え!」のコーナーでした <laughs> ノンさんには来週もご出演していただきます、はい、何かお知らせありますかえー、っと映画魚の子なんですがこちらが、えー、9月1日から全国ロードショーとなっております、はいえー、すごい希望に満ち溢れたストーリーとなっているのでたくさんの人に見ていただきたいですよろしくお願いします,しますよろしくお願いしますゲストはノンさんでしたありがとうございましたありがとうございました